IF アニポケに舞台裏があったら、サトシ編でもリコロイでもか、初期サトピカの仲悪いシーンが撮れなくて、何度も NG 出してそうなのは想像した。リコニャオハ、実はニャオハ野生個体で、撮影を通してリコと仲良くなって、本当に GET したとかありそう。武蔵は気の強いフレンドリーなお姉さん。裏ではナンパせず真摯なたけし。演技とはいえ手を取ったりする行為に罪悪感があり誤ったりしそう。たけしの料理はプロ級で撮影後には関係者全員に振る舞ってそう。実はシトロンってかなり有名な発明家で、機材を提供してくれた業に撮影協力してもらったんだよね。とりあえず撮影現場に来たらそこそこ高い差し入れを毎回持ってきてくれる良い人ゲイキス。今までの共演者ほぼ全員の連絡先持ってるし遊びにも誘える超絶コミュ共演。リコとルシアスが敬前。サトシ役は複数いる。丸大目サトシのバツバツですみたいなのを想像した。祝日の特番で歴代サトシが集合するんだ。水戸黄門みたいで草。顔の造形が違うのは役者変更か。例の洗脳会の台本がスピネル役とリコ役のみ配られてて他の役者にはそのシーンの存在すら知らされていなかった話。なおこの件で舞台裏で割と親睦を深めてるスピネル役とリコ役。初代 ED151 の最後のバランスを崩すのは本当に事故だったが可愛いから OK ってなった。ニュー2の逆襲で高所から飛び降りたりコピーマシンを追いかけるサトシにハラハラしたり、大丈夫だと分かっていてもニューとニュー2の攻撃の間に挟まるシーンがフラッシュバックして撮影を抱きついているピカチュウ敗走。プライベートでもうさんくさそうな言動が目立つがその実ただの気の良いお兄さんなスピネル。悪役ばかりに配役されるのがもっか悩みの種そう。なぜかサトシに抱いているさんを。このシーンはリコとロイの片方が目をつむってたりフリードのウインクが早かったり遅かったりして何回か撮り直ししてそうだし NG を見人で見返して爆笑もしてそう。アメジオ役とかスピネル役が普通に明るく気さくな感じなのはありそう。緊張感のあるライボル対エクプロシーンも舞台裏では和気あいあいとしてる。プライベートでも仲良しなリコロイフリードとリコロイドットに感涙するファンはいる。撮影以外でも溢れ出る気品から坊っちゃま呼びされているがバリバリ一般家庭出身だしていいギターを使いこなしてるアメジオ氏。たまにていいギターで料理作る配信してそう。ここスタント入れて。サトシ、家自分で行きます。ポケモンの演技指導が思ったより過酷。丸太持ち上げで丸太に見せかけた発泡スチロールでやつ予定が。日本の丸太を軽々持ち上げたので本番も本物の丸太が使われた。フリードはチャラそうに見えて本物のポケモン博士。俳優が監督や演出に向かって、この描写はリアルじゃないって発言できるようになった現代ではありそうな話。博士でも昔は強く言えなくて困ってたみたいなこと。大木戸博士から聞いていたらしいよ。リコロイドットはフリードのリザードンに乗せてもらってキャッキャはしゃいでそう。ドットは裏ではかなり喋りたがりだったら可愛い。こういうオフショットありそう。リコ役の手持ちにカジッチュがいる中の一ネタ。サトシとフリードがアクション俳優なのはわかる。アクションやばそう。サトシ、カスミ、タケシ役が2人揃ってトロフィーを受賞してそう。サトシやロケット団が体を張るシーンはスタントマンや CG は一切使っていない。アニポケ DP のムサリーナがやばかったよな。エクプロ幹部内ではアメジオが一番年上で俳優的にも先輩。ハブにされがちなアニポケと真逆で他面からもめっちゃ慕われている。七かまど博士が驚く時の声がボウ MAD の親父とそっくりになって NG になったのは俳優内の伝説。あとに番組やラジオなんかで話される。元舞台俳優のリコさん、歌がバチクソにうまい。ラップの1番と2番でわざと歌い方を変えていたらしい。大木戸博士の俳句は実は舞台をきっかけに他のテレビでも専用の枠がある。